ヨーロッパ選抜 VS アフリカ選抜。アフリカってそういうイメージありましたっけ？やっぱアフリカって言ったらさ、そのサバンナみたいなのが広がってるイメージでさ、やっぱそれをあのマサイ族みたいなやつらさ、こうやってやりに行くわけよ。あの海外がさ、日本はまだなんかあの侍いるんじゃねえかって言ってると本当同じ。俺多分本当にそういうイメージで見ちゃってるかもしれない。まだだからそういうことをしてる民族がいるからこそ、うん、あの身体能力とかが高いって思ってるわけ、はい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 、アフリカの選手とかは。マジか。でも選手登録されてないよね、民族系は。そこら辺申し訳ない。だからマサイリーグとかあるってこと？ないない。例えばあのアフリカの国籍を持つ選手で、はいはい、ヨーロッパ選抜バギャモンだぞ。マジでやばい。やる覚悟はできてるよ。マジでやばい。やってやるよ。あの怯えるぜ。え、そんなにやばい？違う違う、スカトすっごい見てくるじゃん。僕のヨーロッパ選抜こちらになっております。フォーメーション 3-2-3 ロングカウンター、ゴールキーパーチェフ、スリーバック左からグバルディオル、ネッサ、バルディ、ダブルボランチ、ビエラ、そしてアンブロジーニ、左サイドネッメドーン、右サイドアーノルド、セカンドトップ2枚です。左クライフ、右ストイチコフ、そしてセンターフォワードロベルト・バッチョ。ベンチメンバージルー、グリーズマン、オーウェン、ヤン・コレル、ムバッペ、ベリンガム、カンテ、デブライネ、ムシャロー、ピルロ、スパサム、モドリッチ。おー、入ってきてる。キミヒ、ここでちょっと使いたいなと。調子よかったら。なるほどね。はい、私のアフリカ選抜こちらでやらせていただきたいと思います。フォーメーション 4-2-1-3 チームスタイルショートカウンター、チームパワー3003。てか今思ったんだけどさ、アフリカ選抜なのに、アフリカとかじゃないんだ、アフリカ選抜なのに国エジプトっていうさ、渋いとこ。まあアフリカってあるじゃん、南アフリカとか。確かに。俺今回一応全部あの控えてきてるんで。あ、大丈夫っす。ちょっといやさ、なんかさ、ヨーロッパの方はさ、見りゃわかんじゃん、大体これここの国の選手だなみたいな。ちょっとアフリカはさ、見ないとわからんから。いや、積もってしまったよ。ちょっと待って、生かしてや。こんだけ時間かけて、本当だよ、全部こんだけ見ますから利用で却下。やめてよ、ほんと。ということで、アフリカ選抜の方はわかんない国もあると思うんで、全員国籍言ってきたいと思います。めちゃくちゃ書いてきたじゃん。本当だよ、すっごい。それをさっき却下されそうになってんだから。まあでも、大丈夫。いや、行こうよ。ということで、ゴールキーパーアンドレ・オナーナ、カメルーン、フォーバック左から、レイニュード、モザンビーク。かっけえな。何モザンビークってね、これ見たことある、この国旗。まさかのモザンビークなんだよ。でトレンドガチャで獲得しましたチキンウィングバッシー。バッシーどこ？チェックしてみたらナイジェリアでした。ナイジェリアなんだ。続いてカリドゥ・クリバリーがセネガル、右ハキミモロッコ、ミッドフィルダーが3枚でボランチケシェがコートジボワール。なんか前エピック、あのバッチョが出るエピックで獲得したこちらのベナセア、アルジェリアです。へー。そしてクドゥス、ガーナ、そして3トップ、左マネ、セネガル、はい、右サラー、エジプト、そしてビクター・オスメーンがナイジェリアです。ナイジェリアです。で続いて、サブ。いや、もう厳しい感が出てるよ。何厳しい感。いやいや、もう通常入ってきてんだから。もうまあでもただ全員レベルマックスになってますね。ムサイル・マズラビ、モロッコ、そしてマディプ、カメルーン、トーマス・パーティー、ガーナ、ビスマ、うん、こちらがコートジボワール、ハクビ・ジアシュ、モロッコ、フランク・アンギサ、カメルーン、ニコラ・ペペ、コートジボワール、シュク・ウェゼ、ナイジェリア、シュポモティング、カメルーン、ニコラス・ジャクソン、セネガル、サミエル、カメルーンで、ピエール・タキ。いや、ちょっと言えなくなっちゃった。オーバーウェアングね。うーん、ガモン、ガモン。全親戚が見せたらどうする。めちゃくちゃ恥ずかしいよ、それは。それ一番恥ずかしいよ。ありがとうございます。やろうか。やりましょう。絶対これ負けるわけがないから。ただチンパー的にはそこまで差はなかった。え、嘘だ。思ったよりないでしょ。なんか2800とか。あ、そう行くかも。いや、そこまでじゃないんだよ。てか守備結構硬いからね。まあでも言うて100あるぜ。掃除100離れてる。あ、じゃあこれはどう。5人変えれるじゃん。俺3人しか変えれない。そうやったら総合値的にさ118離れてるから、2人だったらめちゃくちゃいいと思うんだよ。そうしよう。そうやったらめちゃくちゃよくない。まあそんぐらいだったら許してくれるでしょ、見てる方とかも。うん、エジプトのなんかユニフォーム、審判みたいなユニフォームしてんな。本当じゃねえかよ。え、シンプルすぎない。クリバリー調子いいね。おー、ストイチコフ絶好調。ストイチコフとかマジで使っとおねえね。俺もさ、タッチとか持ってねえからさ、からキャノンなイメージあるんだけど、そこまでなんかシュートもめっちゃあるかって言ったら、うん、そうでもなかったんだよな。俺も最初の方こそビッグタイムのさあれ使ったけどさ、めちゃくちゃ気になるところで切れてたわ。めちゃくちゃ
ちゃ投げんだよこれ。あのブチコに100回の後教えてもらっていい？振られました。めちゃくちゃ恥ずかしいやつじゃんけそれも。てかなんなら告白されることにステータス持ってるから彼。彼女。え、それを要はさ武勇伝みたいに語るじゃん。あ、そうそうそう。それを先のつまみに当てるから。これベナスヤいいんだよね。ダブルタッチも確か持ってて。ベナスヤ。お。早速ピンチ。ただここクリバリもいるし。みんなで止めればね。で、押し面ってさ、うん、軽くはないでしょ。軽くはない。だよね、なんか。そう。あのさ、ドリブル能力値が低いんだよ。スピード速いんだけど。なんかめちゃくちゃ重そう、重そうっていうか、まあ、めっちゃ重いわけじゃないけど。そう、足は速いんだけど、うん、重くさはある。うん、だから押し面、実際の試合でもあんまドリブルしないってことなのかな。いいとこにいる。うん、そう考えたら、まあ、ハーランドもまあそうだけどな。そうだ、ハーランドもそうだ、ね、ドリブルっていうよりはもう突破して、まあでもうわ、そう、こういう形でもさ、ハーランドトラップクソうめえんだよな。トラップうまいね。いいじゃんバッシーバッシーやらかしてるからね。いや、そうなんで前回で、ね、先輩のスカトでオタビオとか多分あれだね、見ることねえんじゃねえ。こういう企画でもない限り絶対出てこない、うん、あ、だからそれこそ CL のあのさっき言ってたさ、あ、さっき言ってたってのもおかしいけど、え、おしめ、なんかチャンピオンズリーグスカットとかだったら来るかもしれないな、うん、いや、いいね決勝か。今んとこ戦えてるな。え、今手で持ちいことしてなかったの？え、ういか、え、今手で持ちいことしてなかったの？え、おかしいだろそれ。え、てかちょっと持ってなかった、なんかやばっちょ、やばいんだよな。あのさ、今俺途中までさめちゃくちゃいい感じで戦えてんなと思ったんだよ。バッチョの子の力に完全にやられました。バッチョにマジボールまで行ってなかったんだよな今。あのね、本当にバッチョマジ強い、マジで取れないから。いやー、 A さんちのエグい選手入れ入っちまったな。いやー、そうなんだよ、バッチョね、フォワードいいわ、決めれるんですよ。あれ、今後もガチスカから抜けないだろ多分、うん、サラーブリッツァーのか、サラー、うわっ、ずーっプルルってなった、うわっ、ずーっプルルってなった、うわっ、身体能力とか生かしてくんだよな、セットプレー。そうそうそう、え、逆回転、ちょっと待って、バッシー、ナイスバッシー、ブイカーめっちゃ仕掛けようとしてる。いや、今めちゃくちゃ仕掛けようとしたんだけど、やばい、これまずい、サラ、あ、おー、え、あー、今ブリッツだったか。いや、待って、お、なんでそこ抜けんだよ。また抜きちゃう、待てよ、お、なんでそこ抜けんだよ、ま、うわくっそ、おい、なんかディフェンスラインでしゃれてくんだけど、パスが。いや、パス回しちゃうんだよな、もう癖だわこれ。なんだもう、サッカーに美を求めてんだよね。いや、なんかやっぱさ、銀河系軍団もう黄金世代の時はさ、やっぱ後ろから回すっていうスタイルがあってさ、 あれめちゃくちゃかっこよかったんだよ。だからもうそこの憧れもあるってことね。いや、もうあの時、もうベッカムとかの時、もう俺らのとにかく縦ポンサッカーだからさとりあえず選手がこう持つじゃん、持ったらすぐ前にやっぱスルー送るわけや、まあ、それが一番ね、効率的に、的にはね、合理的には通ったらバカ強いから、それ本当に。やばい、危険すぎるあいつ、危険だぜマジで。ちょっとね、能力も変えようか今悩んでんだよな、もうちょっとスピード上げてシュート力上げようかなと思ってる。後ろ髪が分かりやすすぎるもんでさ、うわマジで持ったらすぐうわマッチョだって分かっちゃうんだよな。確かに、あれ分かりたくないわ、なんか危険だよな。危ね、おっ、おっ、オッケー、えバッシュ、いやー、バッシュ、バッシュ、またこいつちょっと待って、え、そこに
いや、オフェンスセンスも高いのよ。あぶねえ、あいつボール来るから。いやー、決定力ピッチを蹂躙してるわ。ピッチ上のライオンだよ、あれ。アフリカにかけてパッチを中心にボール回ってたわ。 やばい。カッと思ったらアーモンドが飛び出してた。ずれるからね、モテると。いやいや、なんかそこまでっめっちゃやられそうって感じはないんだけどね、今のとこ。まあ、まず身体能力系マジ一発あるから。ある。そこは怖いんですよ。だセットプレーとかでも全然ね、決めれちゃうと思うんです。あとやっぱさ、俺クライフに関してはさ、あ、ちょっと待って、またクライフに関してはちょっとそろそろダブルタッチつけようかなって考えてる。ああ、ごめん。おお。バッシー、待って。バッシーバカついてきてんじゃん。いや、バッシーいいんだよ。いいんだけど、全然取れない。バッシーめちゃくちゃ疲れんじゃね、あれ。やばい。ちょっとバッシー。マジで止めらんねえ。ちょっと待って、これ強すぎんだけど。マジで強いから。え、こうなっちゃったら俺のガチスカでも止めれるかどうか。本当にあのね、取ってよかったと思った。素晴らしいんです。え、一番怖いかもしれない。うん、ドリブル強すぎんだよね、マジで。さあ、ただ1点ずつ返していくしかねえよ。なんかクライフとか、それこそね、デルピエロとかとね、似てるかなって思ったけど、まあ違ったわ。おおしめ。ナイス。え、ただこっから選手交代の差出てくるからな。3と5これいくか。サラセンターフォワードの1セカンドトップ、これをずっと考えていたんだよな。はいはいはい。でウィングリッチクエゼ、まあ落ちてブリッツあるっていうね。そう。ああ、ここはいいか。東屋のままでいくか。ヨーロッパをなめるなということですよ。え、ここサラが蹂躙するから。いや、ブリッツはマジででも怖いんだよな。エジプトの虎が吠えるからライオンじゃなかったんかい。あ、ライオンだっけいきなり変わったぞ、動物が。よし、いいぞ。わーやばいや、ナイス。あ、まだ。ああ、早めにカード来てきましたよね。監督が前半を踏まえて、この後半どういう戦いか。あ、やばい、回った。サイドはこれ危険だな。さっきもレベロー、アーノルドの時もあったけど、上がっていてくれるよなこれ怖いな、この攻撃の形。本来だったらサイドバックがつかなきゃなんないんだけど、うわー、出てきたか。メニアンとかはどこなんだろうね。メニアンどこだっけかな。なんかヨーロッパ系だった気がしたなフランスとかそっち。そう。お、ネドベドもやばい。いやー、惜しい。え、素晴らしい。いやー、ちょっとオナナが全然反応しないんだけどちょっと待って、俺最近俺前回も6点差で負けてんだってなんかあれと同じなんだけど今いいね、いいね。いや、俺シュナイケルがな、せっかく2月の締めガチスカット対決で勝って流れ来たかと思ったのに。ちょっとジアシ行こう。変えるわ、モドリッチ行くわ。ビスマ行くか。ちょっと守備力上げよう。あ、ただパーティーいいな。 OK、 2人変えます。モドリッチとグリーズマン投入。おお、さあ行こう。お、いいよ、いいぞ。あ、やばい、いいよ。うわー、マジか。変えた途端モロッコの星。え、これ初めて見たの、こんな。あそこ行かれたな。ちょっとここがね、ここ。うわー、マジか。あとはブリッツ4発放り込めば難しいね。で、失点はもう絶対ダメだぞ。さあ、モドリッチ。オナナ今のは取ってくれ、モドリッチさん。早っ。せめて弾いてほしかったぜ。
反応しないからな。お、モネやばい。うお、うわ、マジかよ。いいぞ。あれ、アフリカ勢いきなり爆発しだした。こっちもキーパー反応しながらって言うのよ。いや、確かに。いや、アフリカの意地見せ始めてきてるわ。逆足最高も出たな、なんかやられたか、マネ。オッケーオッケー。さったらまだ4点差だからな。サバチョ、お、いいぞ。なんか交代メンバーがすげえ活躍してんな。危ないよ、ここ。危ない。おー、いや、ファールになるのか、やっぱ。いやー、まあ強く当たってるもんな。あー、乗るよ。今、超えてたら入ったかもしんねえな。よし、なんかラッキーなゴール多いけど、なんかアフリカの勢いが増してきてるぞ。おい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 、なんだよ今の。なんかよくわからない力が働いてるぞ。さあ、うちはまだあと2枚変えれるからな。いやー、どうしようかな。ただこれサラを変えるわけにはいかないけど。うーん、あ、まあセンターミットか。あ、まあ守備力もあるし。あ、てか俺もだ。てか時間切れちゃった。結局3枚しか買えなかった。俺も1枚買えてねえ。行くしかねえ。うん、いやー、通っちゃった。クリア。よしよし、いや、まだあるぞ。チュクエゼ。おー、いやー、今決めてほしかったな。弱いか。いや、ブリッツまだ1回も打ってね。サラ以外が頑張っちゃってるわ。いいよ、シンプルに上げていこう。やばい。おお、ナイス。さあ、上がれ。ナイス。ビエラ。来た。俺。うわ。オッケー。よし。いや、ブロシー。いるね。あ、やったかも。危なかった。今バッチも抜けてたわ。このグリーズマンも決定力鬼だからな。勢いあるからな。いや、まだあるかもしれない。怖いんだよね。いや、今完全に勢いはこっちに来てる。あー、やべやべ。いや、ジュースめちゃくちゃ活躍してるわ。くそ。ちょっと待って、アフリカのさっきまでの勢いがちょっと弱まってきてる。っていうか、なんかバッチを左にいるんだけど、もしかしてやったか。俺やった。うわ、ノイスナイス。バッシーいいな。サラ、いやー、怖っ。なんかこれ、えサレ、危ねえ。おい、なんか危なっかしいなんだ。意地の一発。意地の一発ってもう俺負けてるみたいな、確定してるみたいなもんじゃないかよ。意地の一発ね。よし、まだあるぞ。パティ、素晴らしい。バシ、ストイチコフ、スピードは別にか。あ、やべえ。おお、上げた。
よしよしよし。オッケー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 。ヨーロッパやね、こっち。何を考えてんねん。アフリカの底力見せれるかなと思ったら、ちょっとやっぱ強かったヨーロッパ。逆に俺、ヨーロッパ作っといてって言われたじゃん。逆に俺、相手何来るか知らなかったんや。アフリカだよ。大丈夫って思ったよね。